今日は大石、大滝、岩で彼岸花ももう終わりですけど、ススキが彼岸花も終わろうとしています。白鷺は先ほどまでいたんですが飛んでいってしまいました。白鷺が来れば撮ってみたいと思います。9月の29日、ここは大石と岩出の境になりますかね。もうススキが出てマンジュシャゲ、彼岸花ももう終わりですね。もう枯れかかっています。こちらからは樽井の町、大垣の町、きれいに見えています。田んぼももう稲刈りが終わって、シラサギが餌を漁っている状態です。白鷺が通れば撮りたいんですが、ちょっと来ないようですね。列車が来ました。待ってたかありましたね。列車が今来ました。貨物列車ですね。EF、桃太郎ですね。カンガローライナーです。カンガローライナーが行きました。関ヶ原目指して行きました。ここは1時間に1本ですね。白鷺が1時間に1本と、貨物も1時間に1本ぐらいしか通りません。列車が行ってしまえば静かな山里です。緑が多くていい山里ですね。では大石から終了します。